酷使されたトラクターのメンテナンスです。築100年の農家に佇むトラクター、エンジンと補給類の状態を見ます。では行ってみよう。吸い取るわけじゃなかろう。ベルト変えまず。これはね、すれて細なったもんか、それとも、なんていうのか、すれとるな。このプーリーの高さまでなからまとかさ、引っ込んどるよ。はい。で、プーリーの底溝が光っとるけん、はい、このベルトがね、完全に底溝に、そしたら、V プーリーって小顔になっとってさ、はい、この側面、で、の摩擦で、マスケ、はい、それがさ、もうそこが使えとるということは、はい、この V の溝が、V の溝の摩擦がね、もう全くなかったね。ほら、一番奥が光っとるやろ。ああ、はい。ね。はい、見えてる。これは普通ありえんことさ。あ、ということは、このベルトの底で今もあるよね。ああ。で、これはもうベルト変えばダメ。なるほど。うん。で、とりあえずはさ、はい、貼ってやっとくけん。はい、キュルキュル言いながら、ただね、オーバーヒートせんなりよかったってね。ああ、うん、オーバーヒートの、あ、これこのトラクターはもうしばらく戦いそうですか。うん、ちゃんとすればね。あ、メンテナンスすれば。とりあえずはね、ベルトは、はい、取っとくけん、はい、ね、はい、まあ、高めに高い。あ、そうですか。ベルト来たら変えてやるけんさ。ありがとうございます。でとりあえず貼っとくよ。それしか方法の中で今。はい、さすが機械師っすね。いやいや、結構な年数しおらしたとです。機械、ね、高校卒業して、はい、佐々の中学校の前に校庭になった。はい、佐々中の前に、うん、中学校の前ね、はい、あそこに行って、そこに行ってね、おー、その後に、その他の研究に行ってね、人母とかなんとかね、はい、に行ってね、そしてその後に農協の、北小農協の農機センターの方に8年長っで、その後が、あの例のシーンが出てくるよね。ああ、そこ、あそこ一番なんかよ。28年で、すごそう。辞めて、はい、今、JA 長崎の再開の農業センター。おっ、びしょ。8やろ。8です。おったもん、さっき。何もせんなら何もせんすか。うん、刺される前に刺してるから刺し切らんすで、今の農機センターに2年とちょっとね、ね、あ、仕掛け何年だったかな。何しろ高校卒業して機械の方ばっかりよ。あ、まだ泣くよ。おお、泣かない。うわ、すごい。キルキルあんまり言わんすよ。キルキル言わないですね。でもまた言う可能性のあるけん。ああ。これはもうダメけん。はい。あの、買えんばダメ。ベルト自体はですね。これシアルハンターって言うんですか。そうだね。あの、この青色のトラクターあんまり好きじゃなかったよ、ね、そうですか。正直言うてね、あんまり好きじゃなかった。オレンジか赤色かね。ああ、そこなんですか。
エアクリーナー、エアクリーナー始めろ。エアコンとかついてるのにエアクリーナーですか。エアクリーナーはあの人間の鼻の役目ば。おお。エアコン関係なしよ。ほら抜けてる。これね、蓋がしっかり閉めとかんと全く意味せん。おお。それ何ですか。リザーブタンク。あのラジエーターの。はい。冷却水の補給よね。はい、ああ。減ったらこっちから入っていくわけね。はいはい。で、あんま夜中ね、放送乗れとるもん。あんところが来たんやもんね。ああ、そうなんですか。うん、え、じゃあ、さん何でしたっけ、久保田ですか。あ、使い慣れてるね。ああ。家のトラックはやんまかってさ。こういう作り方は一緒に探すな。なるほど。スローを押さえとって。はい。ここからね。こうせんばやろ。はい。これで固定できるとかね。かっこいい。かっこいいっすね。あの農業で収入得たら買います。どうやって新車買えよ。新車ですか、うん、新車やえぐかったですよ。えぐかった。ほんと普通車の新車と変わんないです、うん、ますかね、はい、ありがとうございます。空気入れなかと。おい、もうそのうちパンクするばい。え、ほら後輪も。あ、本当だ。気づかなかった。後輪。あ、本当だ。最悪あの手押しの空気入れでもよかったってね。頑張って3回掴むかもしれません。いや、それはよかばって。あ、本当だ。気づかなかった。そうや。あ、これ空気入れとった方が怖いですね。よくよく入れとかも入れとかも。うん、へえ。どうなんでしょう、今日使う分まずかいですかね。中ですか。中ですか。あ、今日大丈夫やろ。ああ、大丈夫って思うかって、ほら、この辺ひび入っとくけどさ。はい、空気の入っとらん証拠ですね。うん、やめれてしまうかもしれんす。ああ、爪も折れとるやん。はい、これ爪って1個いくらなんですか。1個っちゅうがさ、はい、この場合やったらもうセットで買いたくて、あー、ネジも緩んどる、擦れとるし、声がもう爪変えんば、全部一本折れとるけん、一本つけるじゃなしにさ、はい、あの爪の原型ば知らんろ。知らないっす、これって思ってます。新品と比べたらえって言うわ。 あ、そうですか。あー、なるほど。どれも彼も合うもんな。フルセットでだいたいいくらぐらいなんですか、これ詰めば。これ1メーター30、ね、1万5000円ぐらいかな。あ、詰めフルセットで、うん、おお。それと爪のボルトも買えんばけん。はい、うん、そうや。いや、いるなら取ってやっとくばってさ。はい、これいるならっちゅうがもうこれ買えんばですね。うん、買いましょう。これじゃあちょっとね、あんまりここまで使う人おらんぞ。俺が今持ってる最大の武器なんで。うん、そうね。あ、じゃあどれもこれも折れてるんですか。いや、俺擦れとると、擦れとると擦れてる、折れとるともあるばってんさ、細いってこれなんかもう完全にダメばってんさ、俺、はい、折れとるばってもう擦れてしもうてからさ、はい、え、新品こがんなとったとって言うばい、たぶん。楽しみですね。ぜひ買いましょうかね。もう爪は買えばダメ。はい、ね、で、本当はさ、あくあんでもちゃんとまっすぐしてやりたくばってんさ、
あ、これまっすぐなるんですか。まっすぐならん、これじゃならんすね、うん、ここの曲がりはどうかな。こう、あの、この感覚でずっとまっすぐ行ってくるからさ、はい、まあ、へこんだらね、あんま意味なかったよね。うーん、草の巻きつき防止圏さ。あー、うん、あー、なるほど。この高さでね、こう、なんで、あの、護岸したら巻きつかんかっていうとね、はい、シャフトが小さかったら巻きつくわけよ。はい、草がさ、そうですね、うん、持ってかれてくるっとこう巻いてしまう、はい、で、これだけするっていうことは、シャフト系が大きくなるようなもんさ。はい、ね、はい、そしたら、少々の草でも1回転以上線やったらほら巻きつかんけん。あー、わかります、わかります。こうですね、そうそうそう、はい、このシャフトを1回転するぐらいの草丈やったらもう巻いてしまうけんさ。あ、そういうことか、うん、で、巻きつき防止っていうとかさ、どこのメーカーが最初に出したかわからんけども、これがつくようになってね。あー、うん、ワイヤーはさ、ピンと張ってさえおれば、はい、パンってまた元に戻るけん。ああ、うん、そうけんね、あれはですね、アイデア的には良かったもんよ。ああ、ジャックボタンのワイヤー式っていうのはなかなかなんですね。うん、で、山なんかもあの、このね、丸工で鉄筋でやってるばってんさ。はい、へえ、どっちかといえばワイヤーの方がおすすめね。へえ、傷む確率は高かばってね。ああ、でもやっぱりそれなりにね、機能発揮すればさ。はい、うん、ああ、初めて知った。こんなもんと思ってたし。そんなもんじゃない、そんなもんじゃない。できればね、ノキコほら、名護使うけん。はい、そけんね、やっぱり大きなメーカーの方が安心よ。うーん、今日も、あ、自分はね、やっぱヤンマーですかね。いや、こうだよな。でも今さ、今ヤンマーでしょ。いけるっすね。今度もう一回学校行くです。もう一回学校、はい。あ、そうですか。わ、すげえ書いてる。 この間まで教団ね、湯の木のどこに、松本ちゃん家から、あの、山知らんもんね。ああ、浜のは確かそこに寄ったです。お、合うね。これなんかどっかにグリース場塗れって言おらしたでしょ。ここね、ここね、そこですね。グリース場入れるとね。入れるんですか、うん、このネジも外してですか、ね、うん、そこのネジからね。あ、すげえ。なんか油欲しかね。油ないっすね。556かなんかってことですよね。ああ、エンジンオイルが減った。ああ、すいません。何リッター返せば。もしあのソガンフのハウスでもさ、はい、あのハウスの中古物件体ね、はい、買わんでよかけんさ。そしたらあの借りてから年いくらかやればさ、はいはい、その方が絶対よかもんね。お、うん、いや、完璧じゃないですか。はい、完璧です。ありがとうございます。すいません。とりあえず、動けてなかった。はい。よかった。この2台は、あ、ごめん、収集価値なし。いえいえ。答えを出してもらっただけでもありがたいです。
教えてもらえたらすがる思いで直そうとしてましたよ。